女子の 5000m、 続いて第3組です。インコースは東ドイツのグンダ・クレーマン、そしてアウトコースがオランダのスタム、マリケ・スタム。400m トラックを12周と半回ります。現在2組が滑って、トップは東ドイツのエーリック、7分17秒12という世界新記録をマークしています。アウトコースからスタートしたオランダのスタム、 3000m ではこのスタムは16位、そして 1500m では12位でした。一方インコース、今出てきましたクレーマン、まだ21歳です。 1500m に出場して第7位。まず 200m のラップタイム、20秒78で入ってきました。まあユニフォームもありますけれども、鈴木さん、東ドイツの選手っていうのはこのフードをかぶったコスチュームですと、ほとんどどの選手がどの選手か分かりませんね。そうですね、結構同じような体つきの選手が多いですね。しかもどうですか、フォームはいかがですか。そうですね、癖はありますか。ありますね。ちょっとあの後半きついんじゃないかっていうのはスケーティングなんですけれども、ね、なるほど。クレーマンの 600m は53秒18、このタイムは現在トップのラップタイムよりも0秒24上回っています。3000m を滑って 5000m というんでしたら、23日に 3000m が行われましたから、はい、中4日ということで非常によく分かるんですが、昨日の 1500m に出てですね、そしてこの5000というのはちょっと不思議な気がするんですけど、そうですね。でも、昨日のですね、はい、1500m でどのぐらいの疲れが出てるかなんですよね。はい、1000m を1分26秒58で通過。このクレーマン選手ですね、ストレートの滑りなんか見ても決して私は上手なスケーティングだと思わないですよね。あっと、転倒しました。直線で転倒。なるほど、鈴木さんが今言われた途端ですね、はい、ここですが巻き足になってるんですよね。巻き足ってどういうことですか。スケートのですね、はい、押してそれが振り込んでくるときにですね、はい、支え足よりもスケートが外に出ていっちゃうんですよね。ははでもこの選手はもう本当抑えがしっかりしているので持ってる選手だと私は思います。はい、5000m で1000m を超えた程度のところでですね、ああいったアクシデントがあると、はい、その後のスケーティングはどうでしょうか。そうですね、ここで押し付ければですね、まだ前のリズムに戻れるのはまだ可能ですね。あ、そうですか。はい、まだ前半ですから、はい、これが後半に行きますともうやはりしっかり足に来ちゃいますね。あ、そうですか。はい、現在第1組で滑った東ドイツのアンドレア・エーリックが7分17秒12新記録、これまでのファンヘニップの記録を3秒24縮める世界新記録をマークしています。そしてその後第2組で滑った東ドイツのツァンゲが第2位、このクレーマンは現在第3組で滑っています。日本の橋本選手はこの後の第4組で日本の関選手と同じ組で滑ります。3分54秒96、3分54秒96で 2600m を通過しました。やはり転倒の影響もあってかちょっとタイムは他の2選手、ね、東ドイツの選手に比べますとね、はい、このままのラップは落ちないでいきますとね、7分27、8秒ぐらいのタイムにいきますね。
この東ドイツのクレーマンは3年間陸上競技の選手をしていました。81年 400m ハードルでは60秒19というタイムで、素晴らしいタイムでその勝ったこともあります。かつての400メートルのハードルの選手、鈴木さんが言われるそのフォームのやや癖があるというのはそういったところから来てるかもしれません ね、 そうですね。でもこの選手はあれですね、これからスケーティングとかそういうのは多分直してくると思うんですけれどもね、はい、もし直してきてそういった体重の移動とかそういうの上手になると非常に怖い選手になるかもしれませんね、はい。まだ21歳です。一方のこのオランダのスタム23歳、オランダ選手権では1500m 第2位、このオリンピックでは 3000m で16位、 1500m で12位となっています。この画面左上のコーチがオランダチームのコーチ、優勝候補の一人ファン・ヘニップのコーチでもあります。さすがにテレビ局も心得ていて、ヘニップのコーチとそれから、エイリックのコーチを交互に ね、 そうですね、映し出してますが、これから 3800m です。 3800m、 クレーマンのタイム、ここでストリットが37秒1、ちょっと落ちてきましたね。そうですね、もうかなり来てますね、足にね。逆にオランダのスタムの方が今追い上げてますね、はい。現在3組目に入っています。東ドイツのグンダ・クレーマン、そしてオランダのマリケ・スタム。クレーマンまたちょっと戻してきました。6分21秒54、6分21秒54。しかしタイムとしては前に滑った2人のチームメートの成績を参考にしますとやや落ちています。エイリックが7分17秒12の世界新記録、そして第2位のチャンゲが7分21秒61、これを追う形で第3組で滑っています東ドイツのクレーマン。 4600m、 いよいよ鐘が鳴ってあと1周です。上の6分41秒がエイリックのタイム、これに遅れること16秒86、16秒86遅れています。最後のクロスオーバーゾーンにかかってきました。オランダのスタンも一生懸命追い上げますけれども、ここはアウトコースに入っているスタム。さあ両手を振ってクレーマンが戻ってきます。今フィニッシュ7分34秒59、現在第3位、そしてスタム7分38秒02は第5位に相当するタイムです。ここですよね。そうですね、はい、完全負け足になってましたね。